も皆さんこんばんは。お疲れ様で、ございます。真夜中のみんな、水曜から4日深夜のドズボンラジオの、お時間がやってまいりました。今夜も1時間たっぷりですね、皆さんと一緒におしゃべりしていきたいと思うんですけれども、まずは自己紹介から。どうもドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだトモです。はい、トモです。ということで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかドズボンラジオ1ヶ月ぶりな感じしません？いや実際そんぐらいいってない？あたかも。いやこれがね毎週やってるんですが、いや毎週やってるんですが、あたかもじゃなくて楽しみにね、はい、してる時間は長いぞと、はい、いうことで、先週からあたかも1ヶ月経ったかのようなぐらいの久しぶり感ありますけれども、錯覚じゃないですマジでだいたい1ヶ月ぶりです。マジの。いやそんなことないです。そんなわけない。だって200回、今日200回記念ですから、200回を1回も休まずここまで来れたのも皆さんのおかげですの。いやもう休んでます一度も休まずね。休んでますここまで来れたっていう感慨深さありますけど、休んでます。もうまあ先週休んでますドズさんはまあ通算のラジオ自体はやったけどね。ラジオ自体はね、あの助っ人でね。ああ、はい、そうですか、はい、やったけど、はい、よかった。いやどうやら今日もうコメントでもみんなお祝いしてくれてるように、はい、200回らしいんです。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。週一のラジオで200回って相当な感じしますけど、ね。相当よ。本当によく、200回に間に合ってよかった、トズさんが。声がね、まだちょっと100じゃないんですけど、はい。ちょっと昨日、おととい、まだガスガスだったんで、ね。いや、50ぐらいよ。なんなら100じゃないどころか。まあでも、その、ちゃんと声が出るようになったじゃないですか。あ、まあ確かに。確かに。それがやっぱね、だいぶ違いますから。はいはいはい。200回ってことは、ちなみに、4年そんぐらい ?4 年も、だって週、1週間、1年間で50回ぐらいでしょ、だいたい。48回でしょ。うん。4年もやっ、いや、4年もやってるんですよ、だから。出るの、うん、そういうことか。そういうことになりますよ、大体。大体約4年ですよ。ということで、今回第200回、我々、ちょっと4年目、もうまた引き続きね、頑張っていきたいなというところで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。この200回記念と言ってますけど、はい、本当かどうかは分かんないです。いや、違う、もうさ、これは、その、はいはい、200回が正確かどうかっていうことはですね、別に重要じゃないんですよ。はい、あ、重要じゃない？いや、そう、それは重要じゃないでしょ、全然。あ、本当に？みんなでこの200回を祝えるっていうその事実がね、まあまあそう、まあそうですけど、大切なわけで、別に今回が200回かどうかっていうのはさほど重要ではないと。はい、そう、まあそうですけど、うん、これ200回、僕たちは数えたわけじゃないですもんね。いや、そのみんなが数えてくれたんでしょ。数えてくれたやつで、うんうん、200回っぽいっていうことでいや、そこは信じましょうよ、うん、みんなを信じるか、うん、信じるか。だってその僕たちより全然ね、やっぱちゃんと、うん、ちゃんとしっかりしてると思いますから、みんなの。確かに僕たち数えるよりもね、うん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 、そうだそうだ。ナンバリングしない理由もですね、結構やっぱありまして、ちゃんと。はい、あるんだ。ありますよ、やっぱ。その知らなかった。深い理由が。深い理由あんだ。何だってそのこう、うん、じゃあちょっとね、最近ドズル社をね、初めて知りましたと。はい、まあ、この夏なんかいろいろイベントがあって、ヒカキンさんのね動画を見てたら、なんかマイクラバーサスでドズル社知りましたとかですね、はい、まあ、なんかそのサンリオ好きだったんですけど、まあ、なんかよくわからないやつらとコラボしとるなと、で見てみたらなんかちょっと面白くてハマりましたとか、はいはい、そういろんなね、新規のこう視聴者さんもたくさんいるわけですよ。いますね、それはね。まあ、そんな新規の人がいきなりラジオパート198とか199って言われて、果たしてそこから見るかっていう話なんですよ。あー、なるほどね。うん。あー、ちょっと置いてかれてるなみたいな。そうだってね、はいはいはい、アニメだって1話から見たいじゃないですか。まあ、それはそうだ、それはそうだ。だから、まあ、そういう理由と、まあ、あとめんどくさいっていう理由の2つで、その、つけてないですよね。はい。ただ、はい、こんなに続いてるんだ、みたいな。いや。じゃあ安定感あるなっていう。いや。あれにもならない？え？ならない？いや、そこはちょっとやっぱね、はい、ちょっとベテランぶっちゃダメですよ。
そう、本当に本当に、はいはいはい、ヒョックついてすごいな、ちょっと聞いてみようみたいな。いやいやいや、いやそこはもう逆に逆にぶっちゃダメです。うん、いや、めんどくさいが入ってんだよな、マジで。いやいやいや、だからそのいろんなね、新規の方ににわかに優しくめんどくさいという理由でね、うんうん、はい、あれですけれども、うん、まあ、このドズボンラジオはいろんなルールがございますので、え、あったっけルール、おいおい、あの、慣れていただければ。え、ルールあった、ルールありますよ、ルールなんかあった、ありますよ、やっぱ。え、無法地帯だと思ったんですよ。気にしたことなかったね。いや、あります、あります。あの、ドズボンラジオを聞く際は、あの、はい、常に正座で聞きなさいと。いや、ないです、ない。いや、あるある、みんな。めんどくせえ、みんな今3000人全員正座してますから。マジで、いや、してますよ。それは全員してます、全員してます、してます。あ、本当に、あ、して、あ、知らなかった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい、してます、してます。はい。正座してるとしたらさ、はい。それに見合った内容にしろよ。正座させるんだったら。いや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 。説法ラジオみたいにしなきゃダメだ。説法ラジオ？ドズボン説法ラジオ？世の中とはなって。ドズボンザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。